皆さんこんにちは、不定期アイドルプリンセスオブデスのオレンジ担当花崎未来です。今回はですね、久しぶりにゲームをやっていきたいと思います。はい、でもですね、その前に今回はですね、ゲストが来てくれてます。末永のりこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。のりこさんとは DD プリンセスの時に同じメンバーでユニットビートして一緒にやってました。はい、でこの前ですね、のりこさんのショールームも私コラボ出させてもらったんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、私のこの未来と散歩に出てくれました。嬉しい、とっても嬉しいです。そのショールームの中でですね、あつ森やりたいねっていう話をやってたんですよ。なので今日はこのコラボで集まれ動物の森をやっていこうかなと思います。そして今日は未来の島にのりこさんを招くということをやっていこうと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はっ、かわいい。来ちゃった。ようこそって書く。あ、すごい、ラブとかあるんだ。そう、この前もらったよ。いや、それでは移動します。はい、じゃあこちらまずウェルカムゾーン。すごい、噴水とお花がたくさんある。かわいい。でここにね、座れる、こう、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、座らせてよ。違う、真ん中に座っちゃった。よいしょ。こうして、あれ、座らせてよ。座ってください。あ、そうだ、私もそれやろうと思ったんだ。座った。隣空いてます。あのスタッフお、スタッフさんだ。スタッフ失礼。失礼いたします。はい、そんな感じで、それじゃあ次はちょっとこっちの小道行きます。小道、はい。あくまちゃんかわいい。そう、ここちょっとピクニックゾーンです。ここでちょっとゆっくりゆったりピクニックして、はい、でね、こっち側ピクニックゾーン狭くない？ちょっとなんか、そう、ちょっと狭めに作った。こっちもこっちもピクニック。めっちゃするやん、ピクニック。こっちはなんかね、うん、あの、なんやろ、セレブっていうか奥様みたいな感じで。あ、確かに、なんかちょっとお茶とか置いてるもんね。そう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 、かわいい。そんな感じで、はい、ここを下に行くと、あの、ようこそでちょっとした休憩スペースみたいな感じです。かわいい、座れる。そう、ここになんかいい飲み物とかあったら置きたかったんやけど。あ、確かに。そう、でいい、ね、それでちょっと飲みながら、でここにも座れるんで。ほんとだ、こんな感じ。イエーイ、イエーイ。で次はですね、はい、この上、ここをちょっとお花屋さんみたいにしてみた。あー、かわいい。え、これなんかあれ巻いてさ、下かわいい。あー、そう、これね、でもね、自分で作れんけんね、あの、いただいたもの。そう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 、花散らしちゃった、ごめん。まあすぐ咲くから大丈夫。いっぱい散らしていい？ダメです。で、こっち側に、はい、お花屋さんの横にお洋服屋さんで、いっぱいここかわいい屋外のやつ。続きまして、はい、まあ、こっちはちょっと後輩ゾーンです。お、ちょっとね、すごい、全然、いや、これ急遽昨日作ったんやけどさ、うん、ここにね、すごいもう花がね、もううっそうと茂っとって、うん、すっごいもういっぱい売却して必要な分だけこんな感じで作りました。すごい。でここは何が入るかっていうと、青色のバラができたら青色を植えて、うん、で青色でなんか結構青色のやつが1個できたらそれだけで繁殖するらしくて。へえ、青がなかなかできないんだよね。そう、でここで青を作って、それをこっちで繁殖させようかなみたいな。うん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 、
感じ。なるほど。こっちにはね、私の桟橋があるんですけど。あ、ここは釣りができるように。なんかいっぱい置いてるぞ。そうです。どうぞ。すごい。こっちに。おら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 。めっちゃ追い込まれる。で、ここでね、座ってできるようになったりとか。そう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 。よくない？かわいい。うちの桟橋も置こう。ね、ちょっと置くと違うよね。うん。ここまで来たら、あ、ティファニーです。挨拶どうぞ。ティファニーっていうの？そう、ティファニー。あなたティファニーっていうの？私ノラコ、よろしくね。よろしくね。サラサラって言われたよ。あ、そうサラサラって言うね。口癖が。で、ここ案内所。案内所。うん、ちょっとこんな感じで囲ってます。可愛いです。で、左に行くとこの大通りみたいなとこ。お行くとここのカフェがある。そうそうそう、ちょっとしたカフェです。エスプレッソ一つください。飲めないけど。これは以前に作った果樹園だけど作り直そうと思ってます、うん、これからちょっと別のところに移動して、うんうん、別な形にしようかなっていう感じ、うん、ここは前に作ってた住宅地ゾーン、はい、遅くなりましたが、はい、あのこちら何何プレゼントです。わあ緑色緑色のやつだ。そう、美味しい。なんだろう。開けまーす。はい、なんでしょう。かわいい。かわいい。似合うよ。ミミちゃんでした。ありがとう。ウサちゃん大好きだから。うん。で、今さっきのこのカフェのところに戻ってきたんですけど、はい、ここの階段登りますと、はい、図書カフェみたいな、なんかブックカフェっていうの。姉さん、コーヒー飲んでいきませんか？これね、本当はこのさ、これに合う椅子があれば、うんうん、ここにやりたいんやけど、まだ今合うやつ持ってなくて。あー、そう、何が合うだろうね。ね、なんかどれもね、ちょっといまいちだった。今 DIY で持ってるやつ。うーん。で、ここでお手紙とかも書ける。こっからは出られないです。ここを本当はね、分かれ道とかにしようかなと思ったんやけど、うんうん、そっち小道になってて、こっちを、うん、このキャンプ場。あー、かわいい。そう、ちょっと無造作に雑草も生やして。ワイルドですね。そうなんですよ。で、ちょっとこの崖に囲まれた感じ、うんうん、で、ここで、なんやろ、その自炊みたいなのができて。ここでお風呂に入れる。お風呂結構なんか昔ながらな感じ。そうそうそう。え、これ溺れない？ね、動物だったら溺れるよね、これ。溺れるよね、絶対。大きすぎだよ。ワンちゃん海に沈められるのかなって。やばいやばい。で、ここも一休みできる感じ、うんうん、海を見ながら。いいね。この隣の道を進んでいきますと、はい、じゃんじゃん、先にこっち行くか、はい、ここの小道抜けますと橋を越えて、はい、ウェディングゾーンです。わー、ジャックどこ？ジャック、ジャック、結婚しよう。あー、ジャック今いないんですね。ジャック、私のジャック、やばいやばいやばい。あれ、いないんですけど。いないですね。ここに新郎新婦さんはいらっしゃいますけども。悲しいなぁ。ジャックが来たら、じゃあまた来るね。一緒に来るね、ジャックと。わかった。来てください、一緒に。ここもベンチに座れます。ソーシャルディスタンス。ソーシャル。完璧ですね、距離感も。ね、完璧。1メートルくらい。寝ていると、あそこに、ここもね、なんかちょっと小道みたいなの作ろうかなと思って、こっち側に。ああ、いいね。うん。で、こっち側行くとちょっとおしゃれなカフェです。オーシャンビューカフェ。いいね、うん、ハワイのカフェみたいなのか。ね、かき氷屋さんだ。そう、かき氷、かき氷屋さんです。いらっしゃいませ。
あ、メロン味ください。はい、かしこまりました。じゃあ席にお持ちいたします。はい、こちらへどうぞ。座れません。座れます。座れません。あ、座れた。でここでかき氷を楽しむっていう。でこっちに行くとサーフィンゾーンです。わー、サーフボード。え、ちゃんと着替える場所。これね、ちゃんと男女に分かれてるんだよ、シャワー室。あ、ほんとだ。こっちが女の人。そう、多分この島で最後、うん、この、うん、お、ここにたぬき商店で、ここでちょっと一休みもできる。でね、この隣にね、うん、まあ、電話ボックスとかもありつつ、はい、ここは DIY ができるとこ。あー、いいですな。そう、ですぐできるようにここに材料も揃えてて、便利。そう、持ってなくてもここで住むっていう。では、いよいよ私の。お邪魔します。ピンク色。そう、ピンク。女の子のお部屋って感じ。そう。ちょっとまずはね、ここにちょっとリビングで、ここでスリッパ履き替えられるんだよ。うんうん、あ、じゃあ履き替えます。失礼します。どうぞ。ちょっと裸足なんですけど大丈夫ですか？あ、あなた裸足だったの？ずっと裸足？知らんかった。え、裸足でもできる？うん。知らんかった。多分お家の中すごい汚すと思うんだよ。やばいですね。後でお掃除してください。掃除が大変だ。ドロドロになってると思います。やばいですね。こんな感じです。イエーイ、かわいい。次は奥に、こちらはキッチンです。お、おしゃれな、ナチュラルな感じでいいですね。ラジオもありつつ水も飲めて。わあ、こんな感じです、はい。左側に行きましょうか。はい。こちらはトイレです。あ、広い。なんて広いトイレ。あ、トイレ用のスリッパ。そうだよ。履き替え。あ、履き替えるぞ。履き替えれない。手を洗って。ありがとう。こんな感じです。出したからもう出るね。出したからもう出る。次のところへ。はい、お風呂です。あ、お風呂だ。洗面所と兼任。今シャワー浴びてるから。いやん、で、ここでこう拭いて、はい、このバスタオルでちょっとこう着替え拭くと。そう、いいですね。ここはですね、あ、かわいい寝室です。かわいらしい感じに仕上げました。おやすみ。おやすみ。じゃあ私ここで待ってるね。あ、起きた。おはよう。おはよう。あ、なんと、あ、なんかいっぱい。で、ここで DIY もできるし、って感じ。ラスト、地下のお部屋へ。わ、地下か。何があるんだろう。なんと思う。じゃあ予想してみて。今のこの感じからして、予想してみて。ペットが無造作に飼われてる。怖っ。なんだろう。じゃん、和風です。和室だ。そうです。おばあちゃん家とかイメージした。確かにぽい。地下なのに窓がある。どうして？まだ作ったよ。すごい。地下にも窓ってあるんだね。何が入ってるかな。学生っていうコーデが入ってました。という感じで。はい。以上の。この未来の島でした。いかがでしたでしょうか。あ、なんか生まれた。あげるね、わーい、ありがとう。いただきます。2個もくれた。嬉しい。未来の島可愛かったですね。嬉しい、ありがとう。いい島でした。ありがとうございます。
以上、未来の島でした。はい、最後まで見てくれて本当にありがとうございました。もしよかったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてのりこさんですね、ツイッター、インスタやってますのでぜひフォローお願いします。お願いします。概要欄にも貼り付けとくのでぜひ飛んでみてください。次回はですね、のりこさんの島にお邪魔しようと思います。楽しみにしててください。ということで、またねー。ただいま。おかえり。何食べる？カルカン食べるか？食べる。ちょっと待っとり。ありがとう。これ、竹。ああ、食べた。